阪神は25日、27日の広島戦、松田から始まる残り5試合へ向けて甲子園で練習した。岡田監督は報道陣に対応し、0対1で敗れた23日巨人戦の佐藤輝の打撃に言及した。残り5試合、変わらず今まで通り、そら、いつもの通りよ、一緒や、当然全部勝たないと、全部勝たんとって、1試合1試合や、言うてるんやから。 日程的には、巨人は移動があったりする。そうやな、もう、向こうが一試合先に進むからな。こっちはもう見るしかないやんか。改めて選手に訓示などは。言うてないよ。選手も分かっている。もうずっと積み重ねやからな。そんなんは、そんなん、いちいち言えへんよ。プロやねんから、わかるやろ。それができへんかったら負けるいうことよ。点が入らんいうことよ。 B はー,ーは改めて先発に。先発やん。書いてるやん。新聞に。先発の枚数的に。1試合で2投手を使ったりは。いやいや。そんなんは。それは戦略やから。言われへんやんか。今日はベンチに誰が入っているか。見たらわかるやん。そういうことやん。きつい状況には変わりないが。絶対優勝するみたいな感じでやってるけど。そんなんわからへんやん。勝負やねんから。 えー、球団の歴史の90年近くで、連覇をやったことあるんか。そんなことに挑戦してるんやで、簡単に優勝できるって、何を言うてんのやって思うけどな。そんな例はないわけやろ。それに挑戦してるんやで、俺らは、なんで前向きに言われへんのかな。ここまで来てさ、まだチャンスがあるわけやからさ。これだけのことにチャレンジできる状況にいる。それはここまで悪いなりにな。 ななんとかかいで頑張ってきた結果やないかそれよ言わんと、選手から高ぶりを感じるか、感じへんよ、何も感じへんよ、なんで、もう技術じゃないやん、打ち方じゃないやん、状況や、状況のバッティングや、それだけや、それができるかできないかで点が入るか入れへんか分かるっていうことやんか。分かるやんか、試合を見てたら、ええー、ヒットを打ちに打席に入るのも必要やけど、 状況に応じたバッティングもあるやんか、か巨人坂本のライト前を見てみーよ。あんな打ち方をしてもヒットはヒットなんよ。あれ、見送ったらボールやで。そういうことや、それは状況やないか。バットに当てたらなんとかなるとかな。最悪、セカンドゴロでも打ったらサードに進むとかな。この時期に来て、相手も優勝がかかってる、簡単にヒットを打てるボールなんか来るかっていうの。 当たり前や、ましてやホームランを打てるボールなんか来るわけないやん。22、23日の巨人戦でホームランが出たか。両方とも一緒やんか。ホームランは流れを変えられるから、絶対にホームランなんか打たれへんように投げるわけやんか。それをホームランとか狙っとったら無理やわ。それをわからんと打席に立ってるようじゃ、そら無理よ。点が入らんの当たり前やんか。 一人でもそんなんがおったらあかんわ。完璧に失敗したよ。佐藤輝に、新類だのサインを出したらよかったとした歌。でも、もうここに来たらわかるやろと思ったけどな、まだ分かってなかったな。あれで終わりよ。あの一球で、六回虫二塁で打ち上げた、フライアウトで終わりよ。自分も終わりやけど、チームとしても終わるわけわからな。 試合重ねてきてそこまで縛ることでけへんからな。そらもうわかるやろ。アウトになってもええやんか。フライアウトとセカンドゴロの違いっていうのは小学生でもわかるやんか。それだけよ。次に同じ場面が来たら指示をしないといけないか。バントを出すよ。バント要因を代打で生かす。熊谷か誰かを生かせてワンアウトサードを作るよ。しかし。 ランナーを進めたくないようなピッチングもするからな、配球的に。それを、サインで右打ちを縛るのも難しいねん。でも、なんとかポイントを前にしてな、形だけでもセカンドゴロを打つとかな、そのぐらいはやるやろなぁしたうたけど。